のインタビューが行われます。放送席、放送席、そしてタイガースファンの皆様、ヒーローインタビューです。投打のヒーローにお越しいただきました。まずは2年ぶりの2桁10勝目メッセンジャー投手です。通訳は栗山さんにお願いします。まずはナイスピッチングでした。最後は完封を逃して今の気持ちから聞かせてください。 I feel good now. 9回すみませんね。Yeah, I feel good though. Anytime you get a win, help team get a win. You know, right now we need the wins. And offense came through, you know, and I did my job until the eighth inning, or well, ninth inning. まあ、勝ちたい、どうしても勝ちたい試合でしたし、攻撃陣もいい点の取り方してくれましたし、9回途中までしっかりと自分の仕事ができましたから、もう今は嬉しいですね。序盤から隙を与えず好投が続きました。今日は一番何が良かったんですか？Just mixing everything, in and out, up and down, you know, throwing all, mixing all my pitches. It was good. どの球種も、どのコースにも、どの高さにもうまく、混ぜて投げ分けることができたことが良かったと思います。2年ぶりの2桁10勝目です。いかがですか？はい、はい、すごいね。Yeah, I, you know, I got to thank my teammates as always. You know, if it's not for them scoring runs, I don't win games. So, you know, my hat's always off to my teammates. チームメイトに感謝したいです。チームメイトがね、点取ってくれないと勝ちはつかないもんですから、もう本当皆さんに感謝したいと思います。それからメッセンジャー投手は明日35歳の誕生日を迎えます。素晴らしい前祝いになりましたね。はい、今おじさんね。 Now old man, old man. もうおじさんです。いえいえ、いつまでも若々しいメッセンジャーさん、次回の登板どんなピッチングをまた見せてくれますか？ Do better, obviously. That's what I always strive for. That's your goal. You know, you always try to do better in your last start. So, next start, definitely want to, you know, compu. まあ、いつも、前の試合でも、いいピッチングをと心がけているので、今日がこういう試合だったので次は完封目指して頑張りたいと思います。ファンの皆様に素晴らしい約束をしてくれました。それから今待ってもらっているエゴスさんと福留選手にも素晴らしい今日は誕生日プレゼントもらいましたので一言言ってくださいよ。ありがとう、ありがとう。シンプルな一言ありがとうございます。まずはメッセンジャー同士のお話を伺いました。続いてダのヒーローのお二人です。先制ホームランのエゴシ選手、追加点の8号福留選手です。まずはエゴシさん、それまでノーヒットでしたバルデス投手から初ヒットがホームラン、あの打席はどんな気持ちで入ったんですか？そうですね、ランディが素晴らしいピッチングしてたんで、まあ、なんとか塁に出ようという気持ちで、はい、入りました。感触はどうでした？感触はまあまあでした、はい、いや、エゴシさんらしいすごい飛距離でしたよ。いや、はい、ありがとうございます。ネクストバッターサークルから福留さん、ご覧になっててエゴシさんのホームランはどうでした？まあまあ。でもかなりの飛距離でしたよね。まあ、いや、もうちょい飛ぶんじゃないですか彼は。はい、エゴスさん、先輩からすごい指令が出てますが、ああいうホームランを打てたっていうのはすごい自信になるんじゃないですか？そうですね、まあ、もっともっとこう自分の狙い球をしっかりと1球で捉えられるようにもっともっと練習していきたいなと思います。はい、
今日は全体練習の前にもこのグラウンドに振り込んでました。その成果が出たんじゃないですか。そうですね、まあ、また明日からしっかりと、はい、頑張っていきたいと思います、はい、まだまだこの京セラドーム大阪で明日明後日それから来週の火曜日水曜日試合があります。どんどん打ってくださいよ。頑張ります。さあそして見事な追加点、今シーズン第8号福留選手です。改めてあのホームランの感触を教えてください。いや、もう打った瞬間には行くと思ったんで良かったです、はい、初球でした。何か狙い球は絞ってらっしゃったんですか。まあ前の打席に、ね、3球三振したんで、とりあえず三振だけするのは嫌なんで初球から振ろうと思ってました、はい。エゴスさんに負けないすごい飛距離でしたね。まあまあですね。福留さん、暑い暑い夏を迎えています。夏はお好きですか。まあ、好きですけどちょっと暑すぎます。8月に入っても好調キープですが何か秘訣はあるんですか。いや特に何もないですけど、まあ、暑いのは好きなので、はい。久しぶり地元関西に帰ってきて今日は夏休みの子どもたちもたくさん来ています。いいところを見せられましたね。頑張りました。素晴らしい試合になりました。明日も京セラドーム大阪で試合が行われます。福留さん、明日もいいところで打ってくださいよ。できるように頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーローはメッセンジャー投手、そしてエゴス選手、福留選手でした。放送席どうぞ。今日は3人のヒーロー、インタビューは湯浅昭彦アナウンサーでした。